ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会10月の生放送スペシャルドラマ、改めてよろしく。やっぱりかすみちゃんの焼いてくれたパンが一番おいしい。今日のコッペパン、オレンジジャムがとってもおいしい。りなちゃんボード、ぽわわん。そうでしょそうでしょ、そのジャム、かなた先輩に作り方を教わったやつだからね。教えた以上にうまく作れてるよ、かすみちゃん。うひひ、かすみんってば、スクールアイドル以外にも得意なことがありすぎて困っちゃいます。このオレンジジャムだって、とてもレンジでチンしただけで作ったとは思えません。あー、レンジでこんなに美味しいオレンジジャムがなっちゃって。カズカズ、本当に美味しいよ。もう、アイ先輩ってば、カスカスじゃなくてカスミンって呼んでください。はいはい。さあさあ、皆さんたくさん食べてくださいね。カスミン特製オレンジジャムコッペパンは爆裂カロリー。これを食べてみんなぽちゃぽちゃになっちゃえ。あなたたち、練習前にお腹いっぱい食べると動けなくなっちゃうわよ。あ、かりん先輩もかすみん特製オレンジジャムコッペパンをどうぞ。あ、とっても美味しそう。だけどすごくカロリーが高そう。ギクー！何言ってるんですか？そんなこと全然ないですよ。でもまあ、これくらいのカロリーなら練習で消費しちゃうかもしれないわね。食べ過ぎなければ大丈夫よ。運動前に炭水化物を摂るのは大事なことだわ。そうだよ、練習を頑張るためにも力をためないと。ほらほら、とっても美味しいからみんなも食べなよ。かすみちゃん、いつも差し入れありがとうね。かすみさんの差し入れをいただくと練習がすっごく頑張れちゃいます。あれ、かすみさん、なんでプルプルしてるの？かすみとしたことがライバルに塩を送っていただけなんて。え、何か言った？いいえ、なんでも。そういえば、今日はあの子が遅いわね。あ、今日は日直だから少し遅れるって言ってました。相変わらず、あゆむちゃんはあの子と仲がいいね。幼なじみなのでよく話すだけですよ。もう、かすみんだって先輩と仲いいですもん。この前だって新曲の相談をしたら3時間も付きっきりで一緒に考えてくれましたし。はあ、それならかなたちゃんもステージの作り方を変わったものにしたいって相談したら、あの子ってばノートに絵を描きながらいっぱいアイディアを出してくれたんだよ。かなたちゃんもイメージが広がっちゃった。アイさん、超盛り上がるステップを考えたいって言ったら、あの子が居残り練習に付き合ってくれたんだよ。私もあの子にりなちゃんボードの改造手伝ってもらった。性能アップ。私はみんなみたいに何かを手伝ってもらったわけじゃないけど、練習後疲れてうたた寝しちゃった時、あの子に上着をかけてもらっちゃった。私はあの子にステージの参考になるような本探しを手伝ってもらいました。本屋さんで何時間も探したら疲れてしまって、その後に一緒に飲んだジュースの美味しさは格別でした。私は先輩と一緒に舞台を見に行かせていただきました。とても素晴らしい舞台で、見た後は時間を忘れて話し込んでしまって、とても有意義な時間でした。私は衣装に使う小物探しをあの子に手伝ってもらったわ。ネットで見るだけじゃわからないからって店舗を巡ったんだけど、確かに実際に手に取るとイメージが違うものもあったから助かったのよね。みんなも
仲がいいんだね。まあ、あゆむちゃんには負けるけどね。幼なじみは特別でしょう、やっぱり。え？そうでしょうか。だから、かなたちゃんも、もっともっともっと、あの子と仲良しにならなきゃって思うんだ。独り占めなんてダメですからね、あゆむ先輩。そんなつもりはないけど。でも、だって。幼なじみは特別かもしれないけど、愛さんだって、これからあの子の特別になるんだもん。私だって、もっと特別になるもん。そこまでにしてあげましょう。あゆむが困っちゃってるじゃない。かりんさん。それにしても、私たちの部長って、改めてすごい方ですよね。私たちって、みんな本当に全然違うじゃないですか。性格も好みや趣味もみんなバラバラです。それなのに私たちがこんなに仲がいいのって先輩のおかげなんじゃないかと思うんです。しずくちゃんの言う通り、あの子が私たちの中心。そうですね、引っ張ってくれていますよね。私たちあの子にいつも感謝してるけど、その気持ちを改めて伝えたことってなかったね。確かにそうかもです。じゃあこれってチャンスじゃない？そうだね、あの子が入ってきたタイミングで。みんないい？あー待ってたよ。あのね、いつもありがとう。